はい、こんにちは、僕です。ブレイブリーデフォルト2やっていきましょう。新しい街に来たんですよね。いろいろ目的地があるんですが、ちょっと待って、クエストの人がいますね。そう、かわいい名前に騙された。なんだ、垂れ耳への恨み。ひょっとしてペットとして売れるかもと思ってよ。捕まえようとしたら凶暴すぎてひどい目にあった。俺様を騙した垂れ耳デビルラットを駆逐してくれ。カレッジリングだって。カレッジリングやっていきましょう。その辺にいるのかな、そのモンスター。なんかスルッと集中してしまったけど、まあ、いや、メインストーリーもやりつつというところで、なんかね、2箇所行けるんですよね。とりあえず近場からその魔導研究所行ってみようか。もう一回行ってみる。いや、行けないんじゃないかな。入れる？やはり鍵がかかっておる。鍵がかかっておる。やむを得ない。あそこを使うか。あそこ？あそこ？この町の地下には下水道があってな。雨水や汚水はそこを通って町の外に排出されている。もちろん魔導研究所の排水もその下水道へと流れるようになっているわけだ。え、下水道？もしかして？ああ、魔導研究所にはこの下水道の点検口があってな。師匠の目を盗んでは下水道を使って町に繰り出したものだ。どこから繋がってるんだ。でも下水道でしょ。匂わない？臭くない？匂うに決まっておろうが、下水道を何だと思っているんだ。下水道を何だと。確かに そうよね。でもそれしかないのよね。ない。はあ、仕方ないか。グローリアは大丈夫？大丈夫とは？大丈夫とは？下水道よ。何か問題でも？動じない。ないです。何か問題でも？すまないな、アデル。アデルだけ。謝らなくてもいいわよ、別にあなたのせいじゃないんだし。まさか下水道に入ることになるなんて。どこから下水道に行けるんだ。それっぽいところなかったけどな。ちょっとね、録画外で、あれですね、ジョブチェンジしております。ペペッチがベルセルクになって、グローリアがね、シーフになっておりますね。いや、グローリアのシーフとても可愛いんですよ。こんな感じ。なんだっけ、バーナードか。バーナードが着ていた服。なんですけれども、とてもセクシーな感じになっております。あとの二人はね、特に変化ないな。早くジョブレベルね、カンストしてほしいというところ。あ、こっち側から行けるんだ。こっちに下水道がある。だってもう一箇所あるよね。あれ、どっちかからしか行けないのかな。なんか北の森っていう話がありましたけど、そっちは行けないのかな。マーカーがね、一つしかついてないな。一応確認しておいた方がいいのかな。旅の記憶から見れるかな。大樹のウロへ行く。何それ。大樹のウロへ行く、まあ、特に詳細は確認できないの。大樹のウロへ行くってなんだ。ウロって何ですかね。まあいいや。多分ね、また近々新しいね、マスターディスクが手に入るんじゃないかなと思ってます。エルビス、エルビン、エルビスってわかんない。どっちだ、はっきりしようぜ。エルビス。エルビスのね、お兄さん、兄弟子、あの人の奥さん、あれ絶対ね、アスタリスク持ってると思うんだよね。カリウト的なね。ここもすっかり様変わりしておるな。なんだここ。森の中のようではないか。森ですね。それにこの水の色はなんだ。まるで絵の具じゃないか。すごい濃い青。毒というわけじゃなさそうだな。人も住んでいるみたいだし。これが北の森かな、もしかして。違うか。こんなところに何か得ようかな。顔見知りじゃないの。ご老人はここに住んでいるのですか。顔見知りじゃないんですか。町の様子は見たじゃろう。住んでいた家が木に押しつぶされての。なんかスラムみたいな感じになっているのかな。それでここに移り住んでいるわけか。なるほど。それにしては子供が多いな。そうなんですよね、子供が多い。
両親も家もなくした子供たちじゃよ。ここに住む連中で面倒を見てるんじゃ。両親をなくした？この町がこんな状態になってから、何人もの学者が行方不明になっていての。行方不明？みんな、その学者たちの子供じゃよ。行方不明だと？一体この町で何が起こっているというのだ。何が起こってるんだ。謎だらけだよね。確かに学者たちは研究熱心というか天然というかちょっと変わった奴らじゃ。じゃが子供を捨てるような人間はおらんはず。どうにも嫌な予感がしてならんわい。待て、パーティーチャットがついた。師匠との過去。魔導研究所っていうのはずっと魔法について調べたり研究したりしている場所なのか。まあそんなところといえばそんなところだが、一番重要なのは魔法使いの育成期間も兼ねていることだ。我が輩も最初は師匠の講義を受ける学生のようなものだった。講義か、退屈そうだが、もちろん我が輩も何度も居眠りして師匠に小疲れだわ。やっぱり厳しい場所だったのか。どうだろうな、うちの師匠はあまりうるさいことは言わなかったな。やる気のないものはついてこれずに去るのみ。だからそう厳しい必要もなかったのかもな。そこに居残ったってことはエルビスは真面目な弟子だったのか。が、当然だ。まあ多少は居眠りやつまみ食いをしたり講義を抜け出したりしたこともあるが、大体は真面目で勉強熱心な弟子だったぞ。どうやらあまり真面目な弟子ではなかったみたいだな。ではきっと師匠のおかげだな。我が輩が学び続けられたのは。尊敬しているんだな、師匠のことを。ああ、もちろんだと思う。エルビスの師匠はなんで死んでしまったんですかね。見て見て、ここだよ。ここから綺麗な青い色の水が出てくるんだ。色は綺麗だけど変な匂い。奥はどうなってるんだろう。どこから？あ、そこか。マーカーついてるね。待て、そんなところ？町の木に食べられる実がならないかな。そしたらずっと食べ物に困らないで済むのに。町の木にお花が咲いたらいいのにな。きっとすごく綺麗だよ。かわいいな、子供たち。子供たちには両親は大事な仕事で旅に出ていると言ってある。行方不明だなんてとても伝えられないよ。すべての子供に対して。ごっごっ、喉が痛いよお母さん。これみんな子供？妹が風邪をひいちゃったみたいなんだ。俺一人じゃどうしたらいいかわかんないよ。父さんたち、早く帰ってきてくれないかな。やばいな、すげえ量の孤児だよ。こんなにたくさん孤児がいる。で、宝箱があるぞ、ここに。大地のハンマー。使用アイテムだな、消費アイテムっぽい。意外とね、人がいっぱいいる。この奥から下水道に入れるんだけど、入る？どこ？行きますか。じゃあもちろん。モンスターもいるんだろうな、どうせ。どんな感じよ。ここの水も青色をしている。研究所から流れているのか。あ、研究所から流れている海水。一体これは何だ。何の水。そんなことよりこんなところさっさと抜けちゃいましょう。おい、おい、一人で行くと危ない。危な、何の音。何なのよこの魔物。何がいる。この下水道には研究所から逃げ出した魔物も住み着いていてね。最悪だな、研究所。若い頃には師匠に命じられてよく退治をしたものだ。退治しきれないほどいるんですか。まその時に外に出る道を発見したのだよ。懐かしんでる場合じゃないでしょうが。あんな気持ち悪い魔物までいるなんて、もう最悪だ。気になるじゃん、どんなのよ。どうしました。いや、この先に子供のような人影が見えたんだが。お化けもいる。さっきの場所に住んでいる子供じゃないのか。
途中であったら危険だから戻れと言えば問題あるまい。ここから街にモンスターが出てくることはないんですかね。そうだな。大丈夫なのか。ああ、じゃあ進んでいく。進んでいくぞ。待って、パーティーチャットちょいちょい出るんですよね、これね。下水道を歩くなんて。下水道を歩くなんて、もう二度と勘弁してほしいわ。確かに衛生的ではありませんね。その割に、グロリアは結構平気な顔をしてるわね。もう何なんですかね。クリスタルを取り戻すため、通る必要があるのならば仕方ありません。それに、下水道を通り抜けるだけで、下水の中を泳ぐわけではありませんから。通り抜けるだけでも十分ごめんよ。下水道の中なんて、足元は気持ち悪いし、匂いはきついし、最悪じゃない。雨のぬかるみを歩くのと変わりません。匂いも口で息をしていれば感じませんよ。あのね、結局吸い込んでいるのが汚い空気ってことは変わらないのよ。それは言ってはダメです。なるべく考えないように無心で歩くのがコツです。やっぱりグロリアだって気持ち悪いんじゃない。無心です。無心になってください、アデルさん。何事も意志さえあればやり通せます。はぁ、やれやれ。下水ね。モンスターいないね。待て、ちょっと待て。このゲームはね、Y ボタン。Y ボタンで素振りね。一応確認して。うわ、待って、敵かよ、これ。モンスターだったのか。しまった。敵のブレイブアタックだって。いって。さて。すんげえダメージ受けたぞ。行きます。あ、まあ、一ターンで倒しきれるんであれば、回復は必要ないな。エルビス、あ、エルビス体当たり覚えた。ナイスだわ。ナイスナイス。余裕でしたね。エルビスがね、あと1レベルでスピンカンストするんで、そしたら次何になってもらおうかな。テレポストーン。なんか最近テレポストーンがよく手に入るようになりましたね。あ、なんかいる。赤いよ。ちょっと待って。赤いんだけど。色が。まあ、単位あたりがあればいけんじゃない?ないけど。戦ってみよう。なんか結構モンスターいるんですね。先制攻撃でブレイブ。ブレイブアタックよ。マンイーター。人を食べるんだ。あ、弱くない?あ、弱いじゃん。色が赤かったからちょっと警戒していたけど。あ、全然倒せる。余裕だわ。あ、でも低レベルボーナスがつくんだ。いや、格上ですよ。出てくるモンスターが。ちょっとね、あれなんですよね。録画外で、ちょっとレベルを上げたりしていたんですけどね。それでも、この辺のモンスター格上?まあいいや、進んでいこう。宝箱がね、どこかにあと3つあるっぽいんだけどな。覚悟なさい。はぁ?余裕ね。うん、グロリア強い。グロリアそしてかっこいい。ウロコハギ。うん、ペペチね、スピードが遅いよな。なかなかペペチのターンが回ってこないんですよね。そこにね、一個宝箱がある。あー危ない。あいつね、保護色で分かりづらいんだよな。少しは様になってきたかな。うん、グローリアがブンドル覚えだ。盗賊、シーフらしいことしてないんだよな。結局ね、すっぴん技、体当たりに頼りっぱなしなんですけど。他にもなんか強いスキルとかあるのかな。俺たちの勝利だ。で、グローリアシーフだからね、素早さ、スピードが速い。ターンが回ってくるのがね、非常に速い。開幕単位あたりでね、大体倒せるわ。宝箱から魔物が現れた。ああ、三つ目の宝箱は、モンスターでしたね。ん、オリハルダガーか。お店で買える武器だな。なんか新しいアビリティとか覚えてないかな。いや、いっぱい覚えてるじゃん。どうしようかな。物理攻撃を回避されなくなる。ただし自身もダメージを負う。晩酌状態になった時、消費コストなしでランダムに攻撃アビリティを使用する。自分の意思で行動できなくなる状態以上を全て無効化する?何それ、揺るがぬ戦力だって。あ、それやばくない?自然注力をじゃあ変えよう。揺るがぬ戦力積んよ。しかもコスト1だからね。他の人は?ん?攻撃アイテム強化。攻撃アイテムで与えるダメージが5割増。戦うで攻撃した時、確率でアイテムを盗める。
つけとこうかな。あ、待って、今何消した？グローリアンはね、ブンドルをつけました。強そう。あ、これは入り口に戻れる？久しぶりだな、こういうの。うん、ちょっとしばらくね、ブレイブリーデフォルトやってない期間がね、あったんで。まあ、久しぶりのダンジョンですよね。あれでもセーブポイントはないんだな。このまま行っちゃっていいのかな？特にバトルがないってこと？セーブポイントがないってこと？あ、来ましたよ。え、人がいっぱいいるじゃん。人いっぱいいるじゃないですか、ここ。古代には、治水火風の力を自在に操る宝玉や、人に異能の力を与える秘石があったという。現在の魔法では、そのようなものは作れない。どうやら魔法技術は過去よりも退化しているらしい。町の惨状の原因が我々の実験だという者もいるが、我々にここまでの力はないのだ。残念ながらな。仮説を立てて実験し、結果を考察、検証して得た法則を術式化する。それがウィズワルド式の魔法研究よ。昔の魔法使いは経験と勘に頼る人が多かったけれど、エマ様は理論と法則に基づく体系を構築されたの。町の異常についてはまだ仮説を立てている段階で、現在108個の原因が推測されているわ。こんなにあるの？ 108。 他には、待って、上に宝箱があるぞ。ん？ラズロー家など財産を持った貴族の方々が後ろ盾となり、国と研究を支えてくれています。ラズロー家。その代わり、研究成果から得られた利益は支援の割合に応じて配分される仕組みなのです。ふむふむふむ。こっちに行けるの？え、広いんだね、この建物ね。うん、そして意外と人がたくさんいる。あれ、アニジャはいないの？アニジャは、待って、下にも宝箱あるな。合計で全部でね、宝箱が3つありますね。ミスリルの弓、まあ買わなくても手に入ったという感じ。待って、これ入り口から出ていけんのかな？あれ、あのお兄さんいなくない？ダンディーの人がいない。ロディに言われて鍵をかけたんだが、開けるのか？まあ、エルビスならいいだろ。ほら、開けたぞ。ああ、これでじゃあ戻れますね、街に。ウィズワルドに4はいません。魔導研究所の所長が国の代表を兼任しているんです。初代代表のエマ様が考案された新しい体制です。この国は統治の仕方まで実験的なんですよ。実験的な統治。待って、これもしかしてどこでもセーブできるのか？あ、セーブできますね。そしたらどうしようかな。ちょっとキリがいいところで今回はね、一旦終わりにしようかなと思います。あの人どこ行ったんだ？ロディさんどこに行ってしまったんですかね。あ、こっちか。うん、じゃあセーブをしましたんで、一旦ね、今回はここで終わりにして、続きはね、また次回やっていきたいと思います。もしよろしければチャンネル登録、動画の高評価をいただけますと嬉しいです。それでは、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。ではまた。